イギリス・ロンドンで毎年恒例のクリスマスイルミネーションが点灯しました。今イルミネーション点灯しました。沿道から大きな歓声上がっています。無数の星が降り注いでいるようなイルミネーションです。ロンドン中心部のオックスフォードストリートでは30万個の LED ライトがおよそ2キロにわたって輝いています。今年はウクライナ侵攻による電気代の高騰などを受け、去年まで24時間だった点灯時間が午後3時から11時までに短縮されます。大手コンサルティング会社の調査では、物価の高騰でイギリスの成人の3分の2以上がクリスマスの出費を控える見込みで、例年に比べてつつましいクリスマスになりそうです。